で石井さんのところはですね、ほらもうタオルがここだけ土足厳禁なんで、まあこうね、こんな感じですね。なんかいいとこありますか、大沢さん。いいとこですか。はい。はい、ヤオトールの YouTube。 はい、というわけで今日は何をしていくかというですね、今日大阪に来ました。今バスでですね7時間ぐらいかけて大阪にやってきました。ということでですね、今日はこれケイオスが乗ってるバス乗ってるんですけど、どんなバスかっていうのを紹介していきたいと思いますので、ヤオトールプロデュース行ってみよう。はい、というわけで今バスの中に入ってきました。ね、この方がね、運転手の、大沢さんです。我々のバスをですね、いつも安全に届けてくれてますか。はい。はい。頑張ってます。はい。大沢さんという方が運転してくれてですね、ここにアルコール消毒があったりですね、もう今の時期は結構万全にやっていますね。はい。あとですね、これ、ほら。ああ、なんかすごい取りにくいけどね、この登別修学旅行がここに置いてあったりして、みんなで見たりもしますけど、そんな感じで行ってますね。でですね、バスの中、まあ、こんな感じになっていてですね、1、2、3、4、5、6だから18人乗りですね。僕この一番前のこの今僕がこう指さしているところにね、僕はいつも座っていて、まあ延長コードとか自分でつけてちょっと枕があったりとか一番前に座ってます。でこの横が岡田くんの席ですね、岡田和親の席、まあ、スリッパが置いてあったり、あそこにこれね、持ち運びできるゲームのねマシンですね。で大体いつもこの2列目あたりにオスプレイがいたりとか、まあ、ロッキーがいたりするのかな。でこう翔くんいたりとか、ヨウとかがこの辺にいたりとか、でこの辺にヨシハシいたりとか、まあ、マイキーとか来た時もこういうとこに座ったりしてますね。でこんな感じで思い思いにあれですね、クッションが置いてあったりとか、自分の過ごしやすいようにね。でここ後藤くんかな、ヒロウキかな、後ろから2番目の席なんですけど、でこの一番後ろのこの2つは石井さんのところになってます。で石井さんのところはですね、ほらもうタオルが大量にすごいですね、あの足もこの靴土足厳禁です。ここだけ土足厳禁なんで、で延長コードが置いてあったりしても、あの常にこのカーテンは石井さんのところは閉まってますね。でここにあの石井さん専用のこのマッサージ機が置いてあったりですね、こういうのをしながら、バスに乗って、もう石井さんなんかほぼ寝っぱなしで、今日も来たんじゃないですかね。ね、でここにほら、これなんか石井さんのあれですよね、あの試合の時のベルトだと思いますけど、まあ、これ僕も初めて見たんですけど、まあ予備で置いてあるのかな。でこうくるっと回って、じゃあ前の方にもう一回戻ると、今度は後ろが見えるから、こういうところにね、ほら、らこれなんかは、何の本なのかわかんないですけど。まあ、おそらく外国人選手がここに座っているんでしょうというね。あ、でここにヨウがいるんだなみたいな。もしかしたらヨウがじゃあ英語の勉強のために座ってるのか。僕ちょっと自分の後ろのことはあんまりね、わからないっていうのが正直なところなんで。でこう思い思いに雑誌だったり飲み物だったり置いてあったりして、でここはまあ僕の席なんですけど、僕の席にはこのね、休息時間だったり、ほらこの木谷オーナーの先導者というね、これも全部僕が読んだんですけど、ここに置いてありますね。これはじゃあまあその視聴者プレゼントとして、読み終わっていらないからじゃないですからね、あげますからね。はい、そういうわけでですね、僕いつもここに一番これ前の席なんですけど、運転手さんの後ろに座っていて、こっちは誰もいないんですね、基本的には。まあ人がすごい多い時はいる時もあるんですけど、まあ、ケースの数でいうとそんなにここは埋まることはないんですけど、まあ、荷物置いたりして、で、ここのねコンセントに携帯の充電器を挿して、ではこうやって携帯を見ながら移動したりとかですね、しています。こんな感じでね、はい、やったりしていて、であとですね、まあこのシートなんですけど、まあ、こっちの方が分かりやすいかな。このね椅子はですね、まあやっぱ広さがだいぶ広くなってました。これ特注ですもんね。はい、喋って大丈夫ですか。特注です。はい、でここもですね、こうやってほら、こう下が上がります。でまあこうやって足がこうなったりとか、まあ普通で言ったらまあちょっと靴脱がしてもらいますね。まあこんな感じになってて、でリクライニングがですね、まあ、こうぐわーっとここまで倒れます。はい、まあ、こんな感じで倒れて、まあ、まあこういう行儀の悪いことはできないんですけど、はい、でまあね、ちゃんとシートベルトもですね、ここについてますから、まあシートベルトをちゃんとしてですね、はい、こんな感じですね。もうリクライニングもすごい効くんでいいと思いますね。僕のところだけは一番前なんで、ここがね、前にが運転席なんで
ちょっとくぼみがあってですね、開くようになってますね。はい、でこういうふうにあのなって、まあ、ちょっと足もこうやって入ったりして、わーっともう倒すともうこんな感じで最高ですよね。最高ですね。はい、ちゃんとそういう時もシートベルトはしますからね。まあ、今は全く動いてないですけど、まあこうね、こんな感じですね。はい、で急ブレーキ踏まれたら、ああ大丈夫。まあ、急ブレーキ踏むことはないんですけど、このバスはもう今何年ぐらいでしたっけ？まだ1年ぐらいです。まだ1年ぐらいですか？はい、あ、そっか、はい、そう1年ちょっとですね。はい、1年ちょっとなんですけど、今あれですね、僕らみんな全員バスでこうやって移動してるんですけど、このバス自体の中の換気ももう5分もしないうちに、あの空調がすごいいいんで、最新のバスだから換気も早くて、なんですかね、 DVD とか見れたりとかして、だから Wi-Fi が飛んでます。で僕らはなんかその Wi-Fi で、いろいろ検索したりとかもしながら移動したりとかで、まあここもちょっとこう空いてるんでね、ここからこういうのをテーブル出たりとかもします。まあ、これはあんま使うことないですけど、まあね、こういう感じでもう、まあ、隣にもしいたとしてもね、快適にもうグリーン車ぐらいの、ね、広さはあると思う。まあすごい快適に移動できるかなと思いますね。はい、他のバスよりかはこのシートが一番、そうですね、シート一番いいんです。ケイオスのバスが一番ですね、1年ちょっと新しいんですね。その分シートがですね、このシートが一番いいんですよ。うん、はい、これはあの結構高いみたいです。一脚高いですか？一脚、あ、結構高い、うん、本当の特注の特注中の特注なんで、普通の観光バスとは全然違います。まあ選手の方にあの合わせてるんで、はい、大きめの特注の。本来だったらこのバスっていうのはどのぐらい乗れるんですかね、あの普通のシートで言えば。もう27人乗りとかですね。そうですね、半分までいかないですからね。はい、だからそのぐらいの余裕は持ってます。はい、はい、あとですね、まあ、今はこう撮影するから明るいのつけてもらってるんですけど、まあ、夜間とかでこのねオレンジのライトがついたり、これちょっとおしゃれでしょ、このムーディーなちょっとしたバーみたいなライトがついたりするわけですよ。はい、で選手がこう快適にゆっくり休んで移動できるようにもされているということですね。はい、あとはまあこの上の方にね、この僕なんかもここに傘ね、万傘が置いてあったりするんですけど、まあ、ほぼ使わないんですけど、なんかの時に使いたいなって時は使うと。はい、あとはもうなんかまあ皆さん思い思いにね、バスの中を自分仕様に自分色に染めて乗っているという感じですね。あのケオスのバスは中型バスなので、本体の選手が乗ってるバスとかってのはもっと大きいんですね。はい、27席ある、いわゆるハトバスとかの一番大きな方のバスで、で僕らのやつは中型バスで、まあ、ケオスのみ乗るという感じになっています。あとですね、これが冷蔵庫になってて、こう水が入ってたりしますね、一番前のところですね。で運転席がこんな感じになっていて、もう最新だから、なんかいいとこありますか、大沢さん。いいとこは、そうですね、オートマですね。オートマ、はい、あとは、追突防止システムとか、運転手が居眠りとかした場合、はい、あのそれを察知して、非常ブレーキを切る。防止の機能もついてると。でも運転するにはすごいいいですか、やっぱり。そうですね、はい、すごく。運転もしやすいという、はい、新日本プロレス、いい環境をありがとうございますということですね。はい、はい、ということで、今日はケイオスの選手のバスの中身をね、紹介していって、僕の顔ちょっと映ってないかも、あの暗いかもしれないですけど、まあしょうがないですね、これ背の高さの影響です。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。が、しかし今君たちにできることは、チャンネル登録、チャンネル登録、サバが作ってチャンネル登録ということで、チャンネル登録よろしくね、プリーズサブスクライブ。はい、さよなら。はい、矢の通り当たっちゃう。